はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそ。ということでね、今日もラジオ撮っていきます。そう、今日ね日曜日で、もう土日あっという間に終わっちゃったんだけど、自粛生活がすごいさ、こう習慣化されちゃって、なんかもう土日外に出ないのが当たり前になって、金曜日の夜かなりお酒飲んで、で土曜日ぐったりして、土曜日の夜は大学の頃の友人と電話しながら、人狼ゲームみたいのやるみたいな感じのね日々でした。まあそんな中ね、木曜日の深夜か金曜日の朝方か、そんな感じにきっとフレシノさんというラッパーの方が曲をね出して、僕がすごい大好きな金子綾乃さんがフューチャリングしてる、キャッツ&ドッグスという曲を出して、それをまあ金曜日在宅だったから曲聴いたりとか、まあ、土日もねこう聴いてたんだけど、そもそも僕はそのフレシノさんは2年前くらいかな、CD ショップ大賞にノミネートされた、アイチンみたいな、ちょっと難しい英語というかの名前のアルバムをなんか友人におすすめされて、そのアルバムをねこう聞いてみたんですよ。そう、それでね、なんだっけ、コインシデンスっていう曲とか、あとリターデッドっていう曲とかね、すごいかっこいいなって思って、そう YouTube でもね見ても、こうミュージックビデオもねすごいかっこよくて、あと僕チンザドープネスさんも結構好きで、ウィンストンというフューチャリングの曲も聞いたりして、けどその時はねそのアルバム聞いて終わっていたんで、まあ今からそういろいろ話すんだけど、あまりフレシノさんについては知らないといえば知らないと思います。なので直感的な感想になっていくと思うんで、ぜひこうなんか大好きな人がいたらね、いろいろコメントでいろんなね情報を教えてほしいなって思います。はい、まあまず今回その出したシングルキャッツ&ドッグスを聞いて、なんか個人的にいろいろこういうとこがかっこいいのかなって思ったのをちょっと話していこうかなと思うんだけど、結構ねなんかいろいろあって、まあまず第一に、その僕ねもともとドラムやってたから、ドラムの音が、まあ、あんまりねラッパーさんの曲知らないからあれだけど、なんか結構打ち込み系のサウンドが多い気がしてて、そんな中ねフレシノさんの曲は結構ねもう生ドラムの音に近い感じがして、やっぱりだからこうロック普段聴いてる僕もこう馴染みやすいのかなって思いました。そうで、まあドラムのねこのリズム感で言うと、A メロン、まあ普通にタンツタンツとリズムが踏んでるんだけど、バスドラムをしっかりこうスネアの後ろにこう裏で踏んでいたりとか、結構ねリズムに凝ってるなと思って、で B メロでサビ、金子綾乃さんが歌う前に入るとこでハイハット、ハットの音が6連符でこうチチチチチチチってなってるとこから、金子綾乃さんのサビになると、またこうゆっくりな、リズムに戻るっていう、なんかこういうなんか変調っていうのかな、そういうのがねすごい聞いてて、そう僕結構聞くときにねそのドラムの音というかリズムをね気にしちゃうから、もともと楽器やってたのもあるけど、そう、そこがねこうおしゃれだなってねすごい思いました。そうそう、まあでサビはその金子綾乃さん節といいますか、さ歌詞もメロディーもねこう相変わらず素晴らしいなと思って、本当にねお気に入りの曲になりました。今日は絶対に頑張らないっていう歌詞がね、ああいいなというか、まあ彼女らしいなとこう思いました。そう、まあそれでね、なんかこうなんだろう、音楽ってさいろんなルートがあっていいと思ってて、例えばなんかこういうきっかけでねこうフレシノさんにどんどん好きになるとかってすごいいいなって思うし、僕は単純に他の曲がね聴いてみたいなと思って、その他のアイチンというアルバム以外をねApple Musicで今日の朝すごい探してたくさん聴いたんだけど、最初の方のアルバムの2013年に出てるやつのニュークリアウェポンっていう曲と、その次にねスキットって読むのかなって曲があったんだけど、すごいねベースラインがかっこよくて、そうやっぱりねこれで聞いてね僕は確信したの、僕はねなんかあんまりヒップホップのそのバックグラウンドを分からずに聞いてるから、
やっぱサウンドがこうやってねベースとかドラムとかがねこうしっかりねこう生の、サウンドを感じるとすごいいいって思うのかなっていうのと、あとあの YouTube ねミュージックビデオあの見たんだけどね、あのミュージックビデオがね非常にかっこいい。これもねなんかなんだろう、 YouTube で音楽聴くって人も多いし、なんかミュージックビデオってやっぱりその人の人柄とか、うん、思想みたいのがすごい現れると思うんだけど、彼の映像なんかねすごく僕好きだな。その、 あの新宿で雪降ってる中歩くやつとか、あと見たやつなんだったっけな、まああのもちろんさあの金子彩乃さんと の、 あのフューチャリングの、キャッツ&ドッグスのミュージックビデオももちろんねこう素晴らしいし、うん、やっぱりこうミュージックビデオを通してねその人がどんな人なのかなと思うとね、よりこの、キッド・フレシノさんという方にこう僕はね興味をねそそられました。まああのそれから他のアルバム聞いたりして、あのキャンディタウンのユオさんとコラボしてるスペシャルラジオという曲聞いたりとか、結構ねまだねそんな今日聴き始めて1週2週ぐらいしかできてないから、まだまだねこれからあのどんどん聴きたいなと思ってるし、あのねライブに絶対に行ってみたいと思った。あのどうやってどういう携帯でライブやってるかもわからないけど、こう生演奏とかでさラップしてたらものすごいかっこいいんじゃないかなってちょっとね思ってます。そう、あとあの Close to You という、フューチャリングでパンピーさんとか、そう結構あの僕の少ないながらのこう興味のあるラッパーさんとね結構コラボレーションしてるような、フューチャリングって言えばいいな、フューチャリングしているね曲が結構多かったりして、よりねなんかしっかり今後も聴いていきたいなと思ってます。なんか今回さこれを動画に出すから、もしかしたら結構そのヒップホップが好きな人がいるかもしれないから、あのもしねなんか僕にもっとねいろんな音楽教えてほしいなって思います。こうやって僕はね金子彩乃さんが好きでこういう風にしあのよりねたくさんこのフレシノさんの曲聴きたいなって思ったし、そうだそういうつながりって、うん、垣根を越えてジャンルの垣根を越えて、うん、いいなと思うものをねみんなでこう 広められたらなんかいいんじゃないかなというか、単純にね僕は思います。はい、なのでなんかおすすめのアーティストとか、まあロックバンドもそうだし、こうやっていろんなアーティスト他のアーティストでもねもちろんなんかあったら教えてほしいなと思います。なんか、うん、そういう風にいろんなそうアーティストをね知れるとすごいいいんじゃないかなと思います。なんか僕もそのチンザドープネスさんを知ったのはあの夏フェスに、かかとっていうチンザドープネスさんと玉木ロイさんっていう2人でユニットやってる、あとあのユザーンっていう僕が大好きなあのタブラ楽器の奏者がいて、その3人のユニットでフェスに出てたんですね、ロックフェスに。 それを聞いてね、ああものすごくかっこいいし、なんかああい う, こう優しい人を僕は結構好きになるかなってちょっと思いました。まあなんかこうチャンネルを見てくれて僕が好きな音楽に近い人とか、まああのいろいろねこういろんなコメント欄とか、まあツイッターでもインスタグラムでもいいし、いろいろこう情報をねみんなで共有するような場の一つになればいいなって思ってます。なのでこうなんだろう、すごいちょっとかっこいいように言えば現代版の音楽史というか、雑誌を読む時代じゃなくて動画を見てコメント欄を見ることでいろんな情報を知れるって結構こう近代的でいいじゃないですか。まあ、僕がもっとねこう音楽詳しくなっていろんななんか情報をねしっかり発信できればもっといいんだけど、まあそれはちょっと一緒にね今後みんなでこう一歩一歩学んでいけたらいいんじゃないかなって思います。そうやっぱりねちょっとフェスとかにも行かなくなったりすると結構最近のアーティストの流行にね乗り遅れてきてるっていうのにちょっとね最近焦りを感じているんで、まだまだこう新しい音楽をね追い求めてこれからもね発信していこうかなと思ってます。はい、なのであのぜひあの今日の動画結構コメント欲しいから、あの詳しい人結構たくさんいると思うから、なんかいろいろ教えてくれると僕的には嬉しいし、知らない僕みたいぐらいな知識の人がコメント見てね、あそうなんだってなるのもまたいいかなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。はい、といった感じであのまあチャンネル登録グッドボタンもぜひよろしくお願いします。はい、では今日は以上です。ありがとうございました。おやすみなさい。